ブレイキン TV。 絵を描き始めるジュリが吐くと、それをニヤニヤしながら撮影するアギー。今どういう気持ちなの？今ね、トータルデザインで考えてる。ああ、なるほど。あんまりこう描いてる部分じゃなく、ちゃんとそう全体を見据えた上で描かなきゃいけない。そう、自分の世界入るかな。ああ、もうちょっと左の方がよかった。前か。オッケー、オッケー。難しいな。悩みながら描くジュリが吐く。一人様子がおかしいんですけど、ジュリさん。いや、自分で笑っちゃってるじゃないですか。ダメだ、ダメだ、ちょっと。それ骸骨ですよ。悪口になっちゃった。一人だけ肉がついてない。自分で描いた絵に笑いの止まらないジュリが吐く。俺、スリザリンの。ハリーポッターのやつ。スリザリンにされた堺。ワンピース着てる。あ、難しいな。ダレルのメンバーを書き上げたジュリが吐く。ブレイキン TV。 今日は、東高円寺2番連役でダレルさんとツーマンライブです。ジュリが吐くのコーナーで今日限定でツーマンということで、ダレルさんとの一緒の並びの絵を描いてみました。チェックしてください。ジュリでした。ジュリが吐くの描いたダレルとブレイキンホリデーの絵がこちら。当たりチェキを引いた人にプレゼントされました。ブレイキン TV。 仲良しのダレルのボーカル愛さんと絵を持って記念撮影。今後のジュリが吐くの活動にも乞うご期待。ブレイキン TV。